こんにちは。なんですか、盗撮してますよね。逃げるんですか。まあ、現任してる。いやいや、あぶれ、動かない、動かない、動かないで。話してください。ほらほら、危ない。聞いてる。110番して逃げないでしょ。あ、じゃあ逃げないね。じゃあ戻れ。ちょっとお待ちください。なんすか。一回落ち着きましょう。はい。なんすか。歩いても目立つよ。はい。逃げるんすか。いい。逃げるんすか。こんにちは。なんすか。これ盗撮してますよね。逃げるすごいですよ。逃げるんすか。まあ、現任してる。はい、はい、はい、さあ、見れないっすよ。いやいやいや、僕足早いんで。いやいや、本当にしてないですからやめてくださいよ。ホワイトニングしてるじゃないですか、お父さん。はい、頼もってんでしょ。やめない方がいいよ。ホワイトニングしてんすか。社長かなんかすか。しないです。ダメっすよ。いや、しないじゃなくてやってるじゃん。はい、やってないです。そこは認めた上でさ、もうあれしようよ。いえいえ。どうなんすか、実際は。やってないです。見せれますね、なんか。見せないですけど、やってないです。見せれないんすか。はい。じゃあ、潔白証明できないじゃないですか。はい。それって黒っすよ。はい。黒なんすか。歯は白いのに黒なんですか、やってること。代理に立てて。代理に立てて、おー、いいこと言うやん、お前。やりましょう。やりましょうって何が。とりあえずスマホを見せてくださいよ。いや、やつ。じゃあ、はい、はい、はい。見せてください。現行犯ね。いやいや。暴れたら実力をします。はい。落ち着いてください。弁護士呼ぶんで。関係ないんで、弁護士とか。逃亡証拠隠滅の恐れがあるなら実力をします。身分証出せればできないはずです。それ警察官ですね。俺ら私人逮捕なんでごめんなさい。はい、一般人なんで。いいいいです。もうですね。だから暴れないで。暴れるからこうなるの。いい。暴れ、動かない、動かない、動かないで。話してください。ほらほら、危ない。自分で動いたからな。いやいやいや、動かないで、動かないで。いやいやいや、動かないでって。俺おかしいでしょ。だから動かないで。はい、動くからこうなんない。動かないでじゃん。だ、弁護士で。だ、動かないでよ。いえいえいえ。尺当番お願いしていいですか。いえいえ。兄さん。本当に。尺当番できます、はい、触んないで、スマホ。はい、いえいえ。こっちね。はい、いえいえ。動かないで、動かないでください。弁護士呼んでるんで。いや、違う。離してください。動かないで。とりあえず、こっから動かないで。じゃあ、そう。うん、それでいいよ。さあ、もういいね。逃げないね。逃げるからこうなんのよ。わかる？ちょっと待ってください。うん、逃げるからこうなんの、わかる？ガラスめちゃいっちゃってるから。いいいい、ちょっと待ってください。ほっといていいの？はい。何が弁護士だよ。いやいや、本当に、言いましょう。
これ壊れたんどうすんすか。事件でーす。お前のせいだろがや。もしもし。なんか盗撮してる人に今絡まれて捕まれて警察運転になってるんですけど。座って座って。どういうのが正解なんですかね。座って。もしもーし。お父さん座って。はい。場所はシャルの短いエスカレーターやってたんですけど、今現在地はヨドバシカメラの1階です。ヨドバです。はい、よろしくお願いします。表のフロントです。2階、3階撮ってまーす。全部見てまーす。動画ある。動画あります。はい。被害女性声かけてます。また連絡します。鉄道警察隊がもう捕まえてます。今目の前にいます。はい、よろしくお願いします。あ、ちょっと待って、片手でいいし、こんなやつは。あ、はい。はい。さあ、充電切れちゃったんだけど。さあ、髪にもガラスついちゃってます。払った方がいいかも。はい、あ、汗か、それ。汗だ。ガラス。多分ガラス。はい。逃げるからこうなるんですよ。分かってます？落ち着いてくださいって何か言いました、俺。ちゃんと敬語で言ってますよね。勝手に捕まるのおかしいでしょ。いや、ちゃんと。現行犯なんで。現行犯でします、ね。はい、指示逮捕なんで。要件満たしてるんで。身分証見せてないじゃないですか、結局。いや、じゃあ見せますよ。じゃあ、でも、そういう警察なんですか、じゃあ、二人は。いや、指示です。指示逮捕です。新逮捕ご存知です？知らないんすか？ああ、そうなんですね。知らないと無理だよ。ああ。もうとりあえず電話だけしたいんでしょ？早くしなよ。はい。待ってます。ヨドバシの前。そうそうそう。あ、はい。はい、最後エスカレーター。はい、エスカレーター。そうですね。もう3回やってっから。これやってるんですか？お父さん、差し込み自体がアウトなんですよ、条例では。通ってた通ってない関係なく、アウトなんですよ。しかも逃亡しませんから、やってない人。お父さんさ、成功してる人でしょ、人生、あなた。ホワイトニングしてるぐらいだから。こんなことしちゃダメっすよ。脱毛もしてるじゃないですか、ヒゲ。わかりますよ、見たら。名前バレるとヒゲまでなくなっちゃう。はい。ちょ、座ろう、座ろう。ちょ、とりあえず話してよ。どれ、どこに行くんですか。はい。さ、動かないで。今、知人逮捕中だからさ。今、知人逮捕されてんの。動かないで。逃げるからこうなんの。いやいや、でも逃げないですか。逃げないです。逃げない。逃げないですから。逃げないならもう話していいよ、うん、逃げないね、動かないね、はい、じゃあもういいよ、話していいよ、話していいよ、いい、話していい、逃げないね、オッケー。逃げたりするからこうなるの、わかる？それ分かってくれます？はい、はい、オッケーです。で、ね、こっちのスマホは一応触らないでもらえます？その中、ちょっとそれはじゃあ奪いますよ。じゃあ奪いますよ。奪うの違うでしょ、それは。え、違くないんですよ。違くないんですよ。証拠隠滅逃亡二つなんで。いや、動くなよ。いや、逃げてないんで、こういうことやめてください。じゃあ動かないでください。わかりました。どこ行きます？ここ。はい。ほら、このスマホは中は触んないでくださいね。うん。ならいいんじゃない？え、スマホ見せない？見せない、見せない。いや、お疲れ様です。アホだから。すいません。今なんか、ご無沙汰してますがね。大した弁護士に、かけたことないのにかけて。盗撮をしたって言って、一般の人に無理やり捕まってるんですけど。うん、指針逮捕ね。してるじゃん、だって。指針逮捕って。見てたからさ。見てたから。見てたから。見てんだよ、こっちは。動画があります。うん、差し込みの動画があります、こっちに。カメラを向けた時点でアウトなんです。ちょ、100はもう一回してみな。先ほど電話し、盗撮事件で電話したものです。早く来てもらっていいですか？はい。一回で、ヨドバシの前です。まだ来ないですか？近いですよね。早く来てください。近いですよね。はい、あ、近いですか？遠いですか？どっちですか？わかりました。はい。はい、了解。おさん、動かないね。はい。近いですか？遠いですか？どっちですか？じゃあ今絶対距離、ヨドバシから。はい。近いっすよね。まだ向かってないんすか？さすがそらないでしょ。あ、早くしてくださいよ。なんでお前が110番すんだよ。うわ、出た、IC パターンね。しょうもねえな、お前。やってることダセーぞ、お前。はい、お前。ダセーぞ、お前。気持ち悪い、こいつ。スマホ見せらんない。見せらんないんだって。なんで？他の、これだからもう、待たせる。ちょっとちゃんと自分を探してみてほしいですよね。ダッセーな、こいつ。自分のケツぐらい自分で拭こうや。はい。今、ヨドバシ横浜。はい、そうです。はい。シャートンの浜向かいぐらい。戻ってよ。逃げないって言ったんだ、戻ってよ。はい。ね。はい、はい、お願いします。聞いてる？110番して逃げないでしょ。あ、じゃあ逃げないね。はい、うん、じゃあ戻れ。
まあ、いいよ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 、もう。もういいよ、いいよ、逃げないでしょ、まあまあ、逃げないでしょ、じゃあいいよ、もう。逃げないでしょ、いいよ、いいよ。いやいや、どうせ逃げるやつなんかやべえだろ。もう逃げないんだよね。さっき逃げたから、こうなってんの。うん。さっき走って逃げたの見てないからね、怖くてね。いきなり、ちゃんと声かけをした上で逃げたよね。いきなりこんなやった、うん、やってないよね。怖いのはあなたですよ。女子高生みんなあなたのこと怖いですよ。で、スマホ2台持ってるんで、触らさないでください。消すんで、隅で。絶対。手帳型の方、茶色いやつ。お父さん、弁護士いつ来んの？ご無沙汰してる弁護士いつ来んの？頭にガラスついちゃってさ。掴んだ？逃げたから掴んだんだろ？勘違いすんなよ。ああ。ちなみになんですけど、僕ら3人で3回やったの見てます、そこの中央で。それでいいですとかではなくて、反対の疑いがかけられてるんで、今まだ任意の段階です、もちろん。ただ、あなたの対応によっては、ちょっとそれが任意になってしまう。そうなってしまうと、あなたにちょっと不利なところがあるので、ちょっと素直に話してもらえればなっていうふうに思うんですよ。弁護士さんにお願いします。弁護士さんは来るんですか？今ちょっと電話は今、さっき一回話して、今また折り返しましょうんですけど。じゃあ来ねえじゃん。今日は身分証だけ見せてもらっていいですか？個人情報なんで一回止めますね。でもそんななんか返してて、そうなんですよ。ちょっと疑いがかかってる以上を、このままじゃあ帰ったらいいですよっていうのはならないんですよね。じゃあ、もう一回電話するかもしれないです。はい。もう、それで、いいなって言ってくださ弁護士さんは来るんですか？はい、来ないです。今のとこ。はい。そしたらじゃあ、じゃあこっちのとことやります。はい。はい。これお返しします。はい。てか、これ見せて、もし何もなかったらですよ、お父さん。うん。逆転できるから。確かに。潰したくないんすか、こっちは。俺、マジやばい状況に一気になる。なるよ。マジで。はい。いいんすか？そんな弱腰で。しょうがねえ。攻めの姿勢見せなくていいんすか？肌は白、肌は黒。はい。男だから。やってることも黒。携帯で、女性の盗撮をしてるんじゃないかということで、2人組の男性に声かけられて、図星疲れて走って逃げましたって言えよ、はい、駅の構内から駅ビルに行くあたり、階段のあたりとか、階段とかのあたりですね。被害者いるんだって。マジ？マジ？鉄筋が多分押さえてた。ああ。さすが。手錠来たね。見せなくていい。見せないと手錠になっちゃう。じゃあ、一貫して否認ってことでいいですか？はい。
協力するかどうか。あ、協力する。全面的に協力します。で、時間は？そう、時間パッとした時間。今日も17時20分ちょい過ぎぐらい。はい、20分ぐらいか。大丈夫です。はい。だけど、ここが17時13分。全部ラッシュ。ここにポケットの入ってるもん。詩人ですよ、全部ラッシュ。詩人です。全然 OK。常人限定 OK ですか？で、画像はい、お疲れ。筋トレでいいよな。筋トレ一倍でいいぞ。電話機能禁止があるから。それですよ。大丈夫ですよ。お前残って、はい、あの筋肉だ。あれ、現場写真って現場写真は何でわかったのか。お兄さんちょっと見せるってことで、ちょっとあのご協力だけお願いします。はい、ここの場所でっていうのは。発行場所だけちょっとやってるね。はい。俺先行ってちょっとよろしくお願いします。了解しました。下人いなくてよかったわ。そうだね。横向いてください。次、後ろ向いてください。